皆さんこんにちは。今回は女優の多部未華子さんについて深掘りしていきたいと思います。多部未華子さんは2002年に芸能界デビューを果たし、その後数多くのドラマや映画に出演し活躍されてきました。そんな多部未華子さんですが、最近様々な話題で注目を集めています。まずは今年3月に約20年間在籍した事務所を離れて独立したことが大きな話題となりました。多部さんは自身のサイトで、約20年間事務所スタッフの皆様のサポートのもと、数えきれないほどのかけがえのない経験をさせていただきました。またお世話になった関係者の皆様や、いつも温かく応援してくださっている方々にも感謝の気持ちでいっぱいです、とコメントを発表しています。さらに、これからも一つ一つ真摯に取り組み精進してまいります、今後とも変わらぬ応援をよろしくお願い申し上げます、と呼びかけていました。一方、所属事務所の平田インターナショナルも、この度多部未華子が2024年3月31日をもって弊社との所属契約が満了となり、独立し活動していくこととなりました、と報告し、10代の頃より共に歩み、これから新たな道に進む多部未華子のさらなる飛躍を弊社は引き続き応援してまいります、とコメントしています。約20年間在籍した事務所を離れての独立とあって、多部未華子さんの今後の活動に注目が集まります。そんな多部未華子さんですが、実は2019年10月に写真家の熊田孝樹さんと電撃結婚したことでも話題になりました。結婚相手の熊田孝樹さんは現在40代前半と思われる写真家で、個人事務所を立ち上げ、業界でもかなり有名な方だそうです。多部さんとは共通の知人を介して知り合い、交際に発展したと言われています。そんな熊田孝樹さんはモード系のファッション雑誌を中心に活躍し、ヌメロ東京やエルジャパンなどの人気雑誌にも作品を提供。またパフュームや安室奈美恵、トゥワイスなど大物アーティストのジャケット写真も数多く手掛けているそうです。最近では CM 制作でもその才能を発揮しており、ローラさん出演のユニクロの CM や、妻である多部未華子さん出演の UQ モバイルの CM も手掛けているんだとか。そんな才能あふれる熊田孝樹さんとの結婚で、多部未華子さんも大きな幸せをつかんだようですね。しかし、そんな多部未華子さんにも離婚の噂が浮上しているんです。一体何があったのでしょうか。実はこの離婚の噂は、多部未華子さんが過去のインタビューで結婚が全てじゃないと語っていたことが原因だと言われています。結婚願望があまりないように思える発言をしていたにもかかわらず、いきなり電撃結婚に踏み切ったことで、勢いで決めたのでは、うまくいかないのではといった声が上がったそう。確かに結婚に興味がないような人が急に結婚すれば、そういった心配の声が出てくるのも無理はないかもしれませんね。ですが、実際のところ現在も多部未華子さんは夫である熊田孝樹さんが手掛ける UQ モバイルの CM に出演し続けています。もし本当に離婚の話があるのなら、夫婦で仕事の共演を続けるなんてありえないですよね。また週刊女性の記事によると、多部未華子さんは結婚前ほとんど料理をしなかったそうなのですが、結婚してからは旦那さんのために手料理を振る舞うようになったんだとか。さらに、仕事の時は指輪をしていないものの、プライベートでは大きなダイヤモンドが輝く結婚指輪をしているそうですよ。幸せな結婚生活を送っているのは間違いなさそうですね。その一方で、多部未華子さんの結婚に関しては、元彼の久保田正孝さんが女優の水川あさみさんと結婚したことが大きく関係しているのではないかという噂もあるんです。実は多部未華子さんは久保田正孝さんと約3年間の交際期間がありました。きっかけは2012年放送のドラマ「大奥誕生友好家光編」での共演。
翌年には週刊誌フライデーによって熱愛がスクープされ、久保田正孝さんが多部未華子さんの自宅マンションにお泊まりする姿も撮影されていました。その後一時は破局説も流れたものの、2015年には再び互いに腕を組んで仲睦まじく歩く姿がスクープされました。順調に交際を続けられているように見えましたが、その翌年の2016年破局が報じられることに。その理由については、多部未華子さんに新しい恋人ができたからだと言われています。今思えばその新しい恋人こそ現在の夫である熊田孝樹さんだったのかもしれませんね。そして久保田正孝さんが水川あさみさんと結婚したのが2019年9月21日のこと。そしてなんとその10日後、多部未華子さんも熊田孝樹さんとの結婚を電撃発表したのです。このタイミングの重なりについては偶然だったのでしょうか。ネット上では久保田正孝さんの結婚が多部未華子さんのプライドを傷つけ、対抗心から結婚に踏み切ったという憶測が飛び交っているそうなんです。週刊大衆の記事では、多部未華子さんが都内のショップで久保田正孝さん夫妻の結婚についてブチギレながら電話している様子が目撃されたことも報じられていました。多部さんは、母ちゃん聞いてよ、もう本当に信じられない、最低、人としてどうなの、あんなに幸せを見せつけるようなやり方してさ、ほんと最悪、うちマジで信じられない、このような様子で何度も怒りをあらわにしていたというのです。記事では、多部未華子さんと久保田正孝さんは約3年間も交際していたにもかかわらず、結婚という決断には至らなかった過去があったことや、一方で水川あさみさんとはわずか2年の交際でゴールインを決めたことなどが多部さんの怒りを買ったのではと分析しています。真相は定かではありませんが、久保田正孝さんと水川あさみさんの結婚が引き金になった可能性がないとは言えません。ただ一方で、女優のキキキリンさんの一言が多部未華子さんの結婚の後押しになったとの情報もあります。ある撮影の合間、キキキリンさんが多部未華子さんに向かって、結婚にはいろいろな形があるけれども、私は結婚を続けてよかったと語ったのだそう。この何気ない一言が多部未華子さんの結婚を後押ししたのかもしれません。これからも順調に結婚生活を続けていってほしいですね。さて続いては、多部未華子さんの整形疑惑について見ていきましょう。実は最近、女優の多部未華子さんがかなり垢抜けて綺麗になったとネット上で大きな話題になっているんです。もちろん以前から愛らしいルックスで人気だった多部未華子さん、それがここに来てさらに魅力的になったと評判なのです。一方で、そんな変化を遂げた多部未華子さんに整形したのではといった疑惑の目も向けられているようです。果たして多部未華子さんは本当に整形をしているのでしょうか。デビュー当時の多部未華子さんの目元と現在の写真を見比べてみると、確かに目頭の切開ラインがくっきりしているように見えます。ただ昔の写真を見ると、むしろ当時の方が切開ラインが長く見えなくもありません。他の写真でも比べてみましたが、これといって目頭切開を疑わせるような変化は見当たりませんでした。では二重まぶたについてはどうでしょうか。確かに多部未華子さんはもともとかなり奥二重の印象が強い女優さん。一時期はほぼ一重に見えるくらいの時期もありました。ところがここ数年の写真を見ると、二重まぶたがくっきりとしているんですよね。整形の可能性はと思いきや、よくよく見てみると一概にそうとも言えないようなのです。例えば2012年と2019年の写真を比べると、2019年の方が二重の幅が広がっているように一見思えます。しかし2012年の写真をよく見ると、右目の二重ラインが安定しておらず、線が何本も見えるんですよね。つまり多部未華子さんの場合、もともと二重まぶたではあるものの、日によって二重のラインが
変わってしまうタイプだったようなのです。時系列で見ていくと、2015年頃から二重ラインに変化が見え始め、2016年には一旦元に戻ったかと思えば、2017年には再び目頭付近まで二重ラインが伸びていったようです。ただ二重まぶたの幅そのものに大きな変化はないんですよね。この点について美容外科の専門医は、加齢とともに脂肪が落ちて皮膚が薄くなることで、もともと二重だった人の二重幅が広がることは珍しくないと指摘します。つまり多部未華子さんも年齢を重ねるごとに二重まぶたに変化が起きた可能性が高いということ。特に多部さんはもともと痩せ型の体型をしているので、顔の脂肪が落ちれば二重ラインの変化が現れやすいのかもしれません。また多部未華子さんの顔全体が変わったという疑惑ですが、こちらも時系列の写真を見る限り、根元以外に特に大きな変化は見受けられませんでした。つまり多部未華子さんの場合、あくまで根元の変化が顔の印象を大きく変えているということなのでしょう。またメイクの変化も整形疑惑を持たれる原因の一つのようです。整形疑惑が浮上した時期の多部未華子さんの写真を見ると、根元がくっきりとしてより女性らしい柔らかな印象を受けます。これまでの多部未華子さんとは随分イメージが変わったように見えますよね。実はこの頃の多部さん、涙袋にしっかりと明るいカラーのアイシャドウを入れ、スタジオの照明を受けることで立体感のある目元を演出していたんです。涙袋のメイク一つでここまで印象が変わるとは驚きですよね。メイクの技術ってすごいなと改めて感心させられます。結局のところ多部未華子さんの整形疑惑は、メイクの変化と加齢による目元の変化が重なったことが理由のようです。実際に整形については確証がなく、デマの可能性が高そうです。あえて言うなら、多部未華子さんが時代とともに自分の魅力の引き出し方を知り、メイクで上手に活かすようになった、そう見るのが妥当なのかもしれません。女優としてのキャリアを積み重ねる中で、美への探求心が深まったのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は多部未華子さんについて深掘っていきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。